五県山は、香川県高松市にある山。一つの峰を県と呼んで、西から一の県、二の県、三の県、四の県、五の県と山上に五つの大きな峰があるため、この名前がついた。また、地元では、薬里山とも呼ばれる。五の県は1707年の宝永地震で割れている。これらの剣の山頂にはいくつものほが点在し、四の剣の中原には岩窟があり、 主限道の行場となっている。かつてはこれらの県へ登れたが、現在は岩が風化し、ろく危険なため、南側中腹にある薬理寺本堂の左から石段で上がったところにある、中上棒大言言道からさらに上へは入山禁止とされている。そのため、標高375メートルの最高点は4の県であるが、366メートルの山頂表示が2の県にあり、 四等三角点のある366.09メートル地点は、一の県の西端に位置している。また、薬理事の多方島の右側にも、登山口があったが、入山禁止の建て札がある。また、山中にある、岩越の大日は空海が掘ったとされる、約3メートルの間外物で上部の黒い層と下部の砂の層の間の真っ白い層に掘られている。薬理寺は、四国十八箇所の、 第85番札所で3号がご剣山である。また山麓では日本三大花崗岩として有名な味石が採石され、墓石などの高級石材として加工されている。ありがとうございます。